じゃん、星上げの変幻自在、はい、お願いします。おやさん、ありがとうございます。あ、斜め前の声取った子ですよ。お願いします。お願いします。すっかり忘れるよ。ほんで、さっきは映画の話をなんかちょっと古めな話をしたけど、はい、今回は、はい、ジャングルブック見てきたんですったな。見ました。どうだったよ。最高です。本当に最高です。あれまた見たい。映画だった。え、何分ぐらいの映画だった？分かんない。だろうな。嘘ったらやつだな。そんな測らないでしょ、だって。いやいや、あの、なんか書いてあるじゃんよ。見ない、分かんない。ただ見てるだけだろ。どう面白かったの？あの、男の子以外は、全部 CG なんですって。うん、だって CM で言ってるからね。そうそう、そうなんだと思って見たんですけど、動物に表情があってすごかったです。お、面白かった。ここまで撮影技術とか PC がここまで追いついてきたかった感じなんだ。はい、本当に動きも変じゃないし、浮いてる感じもないし、まあほとんど CG ですもんね。いや、すごいなと思って。ワクワクした？しました。ざっくりあれってどういう話なの？言っちゃっていいんですか？別にあの、最後にこうなってこうなってあるんですよとかっていうのは別にいらないんだけど、最初はなんでジャングルブックはなジャングルに？なんか赤ちゃんの時、もっと小さい時にお父さんとジャングルに入って、でお父さんが虎にやられて死んじゃって、でそこにいた男って火を持ってたんですよ、お父さんが。でその火で虎をが怪我をしてそのまんま逃げて、でそこに残った男の子に気がつかなくて、でその男の子をクロヒョウが見つけて、でオオカミに預けて育てていくっていう。なんでクロヒョウは預けたの？オオカミの方が良かったんじゃないですか、育てる環境が。目が泳ぎまくってる。分かんないもん、だってそこまで。それで育って、ジャングルブック何歳ぐらいの設定なの？分かんない、9歳くらい。何年後とかっていうのはなかったの？ない。あ、なかったの？ただ小さい子。10年です。10年だって。10年なんですか？じゃあ12歳？にしてはちっちゃくない？ちょっと赤ん坊じゃなかったの？そこまで赤ん坊じゃないです、立ってました。あ、立ってた。じゃあ1歳ぐらいだ。じゃあでも11歳だね。そんなに見えなかったけど。いやでも最初の1歳までってカウントしねえようなもんじゃん。1歳0歳児の感じだ。1年経って1歳じゃん。だから何ヶ月ってことだから、12ヶ月でも一応0歳児だから、だから本当に10歳切りかもしれない。でも歩いてましたからね。どんだけの歩き方かというと、立ち歩きぐらいだったら1歳でやるんですよ。1歳で歩きます？うん、そうなんだ。昔は1歳までに、立って歩いたりとかすると親元を早く離れるっていう言い伝えがあって。そうなんですか。うん、だから漬物石を背負わせて重くて立ち上がれないようにするとかっていうような風習とか田舎の方にはあったんだよ。そうなんですね。知ってた？知ってた？あ、知ってたの？石屋だったらです。重い、大きいお餅。お餅ありますね。お餅なんか結構やってる人多いですよね。じゃあ知ってるんじゃん。でもその意味は知らなかったです。なんかお祝いでお餅を持たせて食べ物に困らないようにっていうのだと思ってた。本当に物当たり興味ねえんだなおめえ。嘘ってなやつだな。知ってます。あ、そうそう、そういうことなんですよ。はい。10年後なんだ。多分ね、今そうやって言われたから。もっと小さく見えたんだけどな。でいろんな冒険していくの？そうです。冒険というか、狼が殺されちゃって、あの狼の父親がその虎にやられて、復讐っていうか、
なんだっけ、復讐っていうか、なんか人間の子供はジャングルに入れたら危険だみたいな考えを持ってる虎 で、うん、でその子供をよこせよこせって言ってて、で危ないから身が危険だから人間の村に帰そうって言ったんですよ、うん、それで返して、その後に虎が狼のとこに来て、で殺されちゃって、でその後それの復讐をしにその子が頑張るみたいな。途中でさ、なんかこのジャングルは僕が守るみたいな感じのこと言ってたじゃん。そう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 。あれはどんな感じなの？なんでそこに繋がったの？だからそれです。あ、そっからそうなった。 そうそう、もう赤ちゃんの時から一緒だから、お父さんとお母さんみたいな感じ、うん、でそれが殺されちゃって、でもうその虎に任せていたら大変なことになっちゃうから、それをやっつけて。ざっくりしてんのおい。だって言えないから。なんかだって言ったら怒ら、あんまり言うと怒られるよって言われましたよ。そう、だから難しいなと思って。まあまさに今やってる。そう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 、だから怒られるよって言われて。誰に。あ、他に何か見たのは。他？あ、あれ買いました、仮面ライダー1号の DVD。 買っちゃいました。あれすごいんですよ、毎日見れるように。なんかこれでも見れるんですよ、スマホでも。おー、なんかシリアルナンバーを登録して。はいはいはい、すごーと思って毎日見れるよね。毎日見れる。すごいですよね。へー、今そんな感じなんだ。びっくりしました。あの藤岡弘だっけ。はい、まだ何気に入ってんの。気に入ってます。一生ヒーローです。そうか、あのシーン、うん、仮面ライダー一応。そうそう、新しいやつ。新しい、はい、そうだ。ついでだから食い物の時とか。それは食べ物ですか。うん、今日はサブウェイ食べました。今日かい。これ2週間で来るの話しろよ。今日。今日。それもう先週もサブウェイでした。サブウェイ何食う。エビアボカド。あ、美味しい。美味しい、絶対あれですね。なぜサブウェイを選ぶ。なんとなく。体に良さそうとかいろいろあるだろう。いや、なんかもうだってほら、まあ、絶対 CM 来ねえの。通り道にあるしみたいな。まあ、絶対そう。絶対 CM 来ねえ。美味しいし。いや、もう美味しいし。でもエビ、アボカド以外あんまり食べたことない。他にもなんか挑戦してみろよ。お肉。ああ、でもいいし。でもなんかマネージャーが今日お肉食べたらちょっと辛いって言ってた。マネージャーが言ったことだよ。あの人もうおっさんだから。まあ、まあ、おっさんですけど。油もそろそろ。あ、そっか。もうダメだよ。あ、そっか。気をつけてあげないとダメですね。あのマネージャーもほら、もうそろそろいい年だから。付き合いがないよ。時田さんはさっぱり系ですか？いや、俺両方好き。さっぱりしてるのも好きだし、濃厚なものも好き。ただ、さすがにもう肉食いすぎると、油があったからうっぷったな。あ、わかります。もうダメ。俺もダメ、実は。あんまり無理しちゃいけないんですね。あんまり無理しちゃいけない。でも肉好きだから肉だけ食っちゃったりするけど、野菜も食わないとそろそろダメ。後から。後から苦しい。あ、でも最近、暑いじゃないですか。はいはい。だから、麺類が、冷たい麺系が好きですね。おー、何食ってる。ザルラーメン。ザルラーメンとか。ザルラーメン。つけ麺みたいに。そうです、そうです。で、冷たいやつ。え、どの辺で。家で。家で食ってる。なんか生ラーメンのやつとスープのやつがついてて、マイバスケットかなんかで買ってくるような感じだな。何マイバスケット。そういうね、イオン系で安めるところがあるんですよ。あ、そうなんですね。そこにその手のやついっぱいある。え、売ってますか。売ってます。ぜひ食べてみてください、今度。まあ、そんな感じですかね。はい、あれだ、あ、告知ないんだよね、どうせね。ないんです。
だからマネージャーにさ、はい、なんかこう撮影会とかやってもらったらどうですか。もでも撮影会はやらないって言ってた。あ、そう。うん、だから早く写真集を出してほしい。写真集。そう。うん。ね、あんたの前でカメラマンだけど、はい、これいいんじゃねえかなって選んでくる写真はちゃんといいやつだと思うから。あ、たまにセンスがバラバラしてるのよ。あ、そうなん。ただ写真が撮るだけが好きみたいな変な人いるんだけど、あ、あんたのマネージャーちゃんとこれ写真いいと思ったけどどうって言われて見せられたやつはいい写真が多いんで、あ、多分ちゃんとした写真選んでくれると思うから、本当にやっぱりマネージャーの方が男性目線だからいいんですかね、まあ、なんか違いますよね私の目線と。いやでもあなたが選んだベスト10と、うん、マネージャーが選んだ残り90点とかっていうのは、うんうん、トータルで100枚の写真が入ってればそれはそれでいいんじゃないですか。うん、まあそうですね。あなたは本当はこういうのが好きなんですとかって共感する人がいたら嬉しくない、うん、はい、でそういうのも一つのね、そうですね、見せ方になるので。あーやばい、また10分過ぎた。あーやばい。ではトット着替えてくれよ。はい、はい、存在に扱いになってくれ。はい、すいません。トットと今度何にあるんですか。制服です。お、キャバクラですね。じゃじゃん。どうしよう、どうやって抜けばいい。いや、来たのは自分だからね。いいよいいよ、やってください。よし。ビラビラしてんな。え、なんか胸元とかビラビラしてる。なんか流行りみたいですよ、今。あ、そうなの。はい、あ、ちょっと体を左右振ってみ。着替えろ早く。やらしといてそれ。面白いな。はい、そうです。はい、ソックス。よいしょ。バランスいいな。20代ですからね。もうね、52の俺にはもう無理だからね。片足だけ靴下履く。そうなんだ。まあ、でも毎日やったらできるようになるんじゃないですか。あ、バランス感覚をちょっと鍛えないとなるかもしれないですね。靴、靴、靴。よし。効果が早くないですか。おいおいの、まあ、点数も少ないかな。よし、こっちこっちこっち、あ、いくよ。じゃん。イエイ。くる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 く